道は大陸交易路の一部で、他の町や港はもちろん外国にも通じる街道だったけど、今この地は絶海の孤島です。あ、何かあるの？はい、相当昔のこととしか。もっとこの目で見てみたかった。何かあるよ。じゃあね。
アドル、来てくれてありがとう。君は命の恩人だよ。バルバロス船長のことは本当にショックとしか言いようがない。でも途方に暮れているわけにはいかないよな。ロンバルディア号の船員として必ず船を完成させてみせる。Yes!
さて。ご機嫌うるわしゅうございます。本日はどのようなご用件で荒らせられましょうか。荒らせられましょうかって、いくらなんでもそこまでかしこまらなくてもよいのでは。めそうもございません。これまで未熟な自分が巫女様に働いた数々の無礼、今となって思い返してみると宦官の至りでございます。これからは部をわきまえ、英士の名に恥じぬ働きをもって償うべきと心得ております。ラステル、そっか、新人英士の中でも特に実直で勤勉だって聞いたような。憧れているドランの影響もあるかもしれないけど、なんだか他人行儀で面白くないな。巫女様、いかがなさいましたか。ああ、いえ、
て何を考えているんですか。やっぱりラステルはラステルですね。それはそうですよ。だから少しでも早く父上のような英士になりたいのです。そうでないと。覚えていますよ、あなたとの約束。立派な英士となって私のことを守ってくれるのでしょう。ええ、その通りです。そのためにもっと頑張らなくては。そうですか、あなたもちゃんと覚えていてくれたのですね。ラステルならきっとその日が来るのが楽しみです。は、はい。ラステル本当に立派になったな。うん、私だってまだまだ負けないように頑張らないとね。全く難儀であったよ。その龍種って
大型かな。さよう、憎たらしい面構えで凶暴極まりないやつじゃった。体は赤褐色で瞳は金色、鼻に大きな傷跡があったりする。おお、その通りじゃが、驚いたの、そこまで。Yeah!
な。ようやく人心地ついたぜ。お腹いっぱい。ダーナさん、どうされました？あ、うん、なんだかこういう雰囲気って久しぶりだなと思って。小さい頃は夕食の後によくお父さんと暖炉前でおしゃべりして、今はみんなとこうしていると思うとなんだか不思議な気持ち。旦那姉は母上もいたのか？ううん、お母さんは小さい頃に亡くなったの。それならリコッタと一緒だな。リコッタちゃん、さあ行ってこい。